利益改善税理士の坂田です。今コロナ禍の中で本当会社が苦しい、そしてこのまま事業を継続すべきなのか、それとも倒産するべきなのか、それとも売却するべきなのか、それとも廃業するべきなのか、そんな決断に迫られている会社結構あると思います。で、今だったらそう自分で選択できるって可能性がある会社まだまだあります。でもこれをそのまま見過ごしてしまうと、もう選択肢がない。そうなってしまうので、まあ、この動画ね、最後まで見ていただいて、今どの選択をするのが最善なのか、それを考えていただきたいです。ということで最後までご覧ください。で、これからどうする？コロナで倒産、ウィズコロナで継続ってところなんですけども、今新型コロナウイルスの関連の倒産ってどんどん増えてます。で、488件、9月3日時点であります。ただ帝国データバンクの調べですので、実際はもっとあるかなと。で、業種別で見ると飲食店が圧倒的にきつい。で、うちのお客さんとかの状況を見てても、飲食店はもうテイクアウトでどうにかできるとか、そういうレベルじゃないぐらい厳しいところ結構あるんですよね。だからもうそれに関してはなかなか厳しいのかなと。で、あとはホテルとか旅館、アパレル小売、ここも結構厳しいです。で、建設工事とかっても3つに比べたらだいぶ厳しいとか少ないんじゃないかなと思います。で、これから事業をどうしていくべきかっていうところなんですけども、これ選択肢は事業継続、廃業、倒産、そして売却と、この4つに大体絞られますね。で、この場合、最悪の場合も想定して考えてほしいです。で、まずどうやってね、想定するかっていうんですけども、まずは数値化する。数値化するってのは全部ね、資産を現金化する。負債も現金化する。そうした時に、資産と負債、どっちが多いかです。で、資産が負債より多い場合っていうのは、まだまだ、ね、余力があるんですよ。だからもし会社を辞めたとしても、手元にお金が残る。で、会社も売却しやすい。だからそういった時には、まず何をするか。で、例えばですね、資産が残ってると、まだまだ、なんとかなるかもしれないっていうんだったら、どこまで行ったらマイナスになってしまうかというポイントをもう先に決めとくんですね。だからここまでに頑張れれば、会社は継続する。でもこれ以上行ったら会社を辞めるとか、そういう選択肢もありますので、最悪の場合を想定しながら、どこを最後のポイントにするかってことは、自分で決めることができます。で、資産が負債よりも少なかった場合、もう債務超過って場合ですね。その場合になるとかなり選択肢は少なくなってきます。会社を売ることもできますが、なかなかその状態で会社を買ってくれる人は少ないと思います。あとはですね、もうそこまで行ってしまったら、とにかく V 字回復させるしかないっていう状況ですね。このままやっても結局ね、倒産してしまう。もしくは自分、社長の財産全部取られてしまうっていう状況になるので、どっかで回復させる、どこまで行ったら倒産してしまうのかっていうのをちゃんと見極めて、そこまでになんとか回復するって、ただと作る。で、そのために延命化するにはどうしたらいいかっていうのを、ここで立てるって必要はあります。で、倒産するとどうなってしまうのかってところなんですけども、銀行の借り入れについては担保で保証している場合は担保すら取られてしまいます。で、経営者個人の財産なんですけども、個人保証、社長が保証している場合はそれも全部取られちゃう。取られて全部弁済に回されちゃう。それでも返せないっていう場合は個人も一緒に破産しなきゃいけないっていう場合があります。あと取引先とかね、給与の支払いに関しては会社が倒産してしまえばそれについては返済するとか給料払うっていう必要はありません。でもその人たちっては困ってしまうので、あまりそうはなりたくないですね。倒産するとまず税金から支払われるっていうのは原則です。なんで銀行よりもまず先に税金っていう風になってしまうので、そこだけは言ってね、見といてほしいと。で、あと個人で倒産した場合の税金っていうのは、個人が破産したとしてもそれ残っちゃいます。なので先に税金は払うようにした方がいいのかなと思います。ただあまりにもね、個人もこの人支払い能力ないよっていう場合には免除になる可能性もありますので、その辺は国税庁や皆さんの税理士さんと一緒に協議をして、どういうのが最善かっていうのを考えてほしいなと思います。ただね、倒産はなるべくしないっていう方向にしていっていた方が僕はいいなと思うんですけども、じゃあ倒産をね、決定する前にできることってやっぱあります。何かって言ったら、事業の立て直しの時間を作るってことです。もし債務超過だったとしても、キャッシュをね、手元に置けば、例えば半年1年あれば事業をね、復活させることってできるんですよ。なのでそのために何をするかって言ったら、手元にとにかくお金を置く。お金さえあれば1年2年3年だってずっと赤字が続いたって会社を持つんです。とにかくお金を手元に置くようにする。で、そのためにはまず給付金の申請をするってことです。で、給付金の申請なんてね、みんなやってると思うんですよね。だから給付金以外にもいろんな補助金があります。補助金の申請をして、なんとかね、新しいものに投資をするっていうのが一つです。あとはコロナ融資をとにかく活用する。今こうこうで借りちゃってるからもうダメだと思ってるかもしれないけども、信用金庫でコロナ融資をさらに借りることとか、銀行でコロナ融資借りることもできます。なので今1個で借りてても他のところで借りるっていうパターンもできますので、まずそれをやると。
で、あとはね、今借りてる借り入れについて利子付けをする。今まで3年、残り3年で返済だったら15年返済に変えてもらうとか、利息だけとにかく3年ぐらい返済にしてくださいとか、そういうこともできますので、今ここでとにかく延命をして、その間に立て直しを図る時間をとにかく作ってください。で、うちのお客さんでもこのね、立て直しの時間を作って半年間ぐらいずっと考えて、そこから回復し始めてるお客さんも結構います。なので、そこをね、やっぱ既存税理士さんとかお知り合いのコンサルタントとか、もしくは自分社長、自分個人で考えて、どうやったら改善できるか、そう考える時間を作る、それをやってほしいなと思います。で、今経営者が考えるべきことは、コロナが収束ってのはいつになるか分かりません。だから、収束したら大丈夫だよじゃなくて、収束しなかったとしてもどうやったら延命できるのか、どうやったら利益を出せるのか、どうやったら継続できるのかっていうのをとにかく考えてください。いくら黒字のビジネスでも、手元に現金がなくなれば経営はできません。1年後2年後だったら黒字化すると思ってても、今黒字化しなくて、今手元に現金がなければ会社は潰れてしまいます。なのでとにかく考えてください。そして現在のビジネスに見切りをつけるってことも一つです。うちのお客さんにも言ってます。今まで頑張ってきたお店、悔しいけど今ここで諦めるしかないよっていうお客さんもいます。それで助かる人もいるんです。だから本当に会社を継続させるにはどういうのがいいのかってとにかく考えてください。で、見切りをつけるって言っても休止するだけっていう場合もありますよね。今とにかく休止して、その間他のことをやって、またコロナが終わったらそれをやる準備をそのまま整えておくっていうのもやり方の一つです。だからいろんなやり方がある。ただ今そのまま同じものを継続してたら潰れてしまう可能性があるので、とにかく新しい生活様式に対応した今後のビジネス展開っていうのを考えてください。で、まとめなんですけども、倒産や廃業を考えている方はまずね、廃業に関しては現金化した時に残ればまだいいです。でも倒産っていうのは本当に最後の最後まで粘ってからした方がいいと思います。で、本当に最後の最後まで頑張れば V 字回復する会社ってのはあります。もうどん底で回復してる会社ってのはいくつも見てきてます、僕は。まあコロナじゃない時代とかも多いですけども、本当に今までずっと赤字だった会社が最後の最後に回復して、そこから軌道に乗ってるって会社もありますので、最後まで諦めない、最後まで知恵を絞り切って考えて経営をしてほしいと思います。で、限界ギリギリの状態まで頑張る前に、まず今どこが限界点なのかって見極めて、そこを見越してやる。今どういう選択をすればいいかっていうのを考えて、腹をくくるならくくる、それともここでやめるならやめる、それも含めて慎重な判断をしてほしいと思います。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。またこういった経営に対する情報っていうのをいろいろ配信していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの事業が元気になりますように。それではさようなら。